ていうことじゃないですか。そうすると、すごいですよ。あのデザイン風の仕事しか どうもこんにちは、鈴木の家の鈴木です。いつもご視聴いただきありがとうございます。さて今回はですね、田んぼの厄介者ジャンボタニシの駆除方法のご紹介でございます。はい、今回の内容はこんな感じになります。はい、ジャンボタニシって何っていう話からですね、どういう被害があるのっていう話で、その対策方法をご紹介します。その中で今回は今年出た新対策アイテム、はい、こちらご紹介します。草刈り機に取り付けができて、しかも半永久的に使えるっていう、そういうね、画期的なアイテムです。こちら実際にね、お米農家さんに使ってもらって感想聞いてますんで、ぜひ最後までご覧ください。ではまずですね、ジャンボタニシ何日っていう話なんですが、ね、田んぼ行くと赤いなんか塊ついてません？稲にもついてるし、その周りのね、壁面に赤い塊いっぱいプツプツできてません？あれ全部ジャンボタニシの卵です。あの赤いの全部卵です。で、今このジャンボタニシがね、めっちゃね、問題になってます。正式名称はスクミリン5害っていう淡水の巻貝になります。で、これどういうね、被害を及ぼしてんのっちゃ話なんですけど、田んぼのね、苗ね、稲、植えるじゃないですか。この植えたばっかりの若い苗をね、ジャンボタニシはね、食べちゃうんですよ。あ、その程度ってね、思われた方いるかと思うんですけど、ひどいとこだと、ね、植えましたと。植えて次の日見に行ったら全部なくなってるみたいなね、そんなパターンもあるんです。あれ、ここ植えたっけ？植えてなかったっけ？みたいな。はい、っていうぐらい、あの被害がやばいんですよ。あの辺ぽっかり空いてるから、あの辺にタニシがいっぱいいるっていう。いますね。この辺が食われて、穂がもう短くなってますね。うん、でここに関してはもうなくなってるんで、この辺は食われたっていうことでしょうね。もうあそこもないですね。はい、ぽっかりなくなってます。この側面にね、ジャーンと卵がつくんですよ。はい、うん、こんな感じね。見た目はカタツムリです。うん。ね、こうやって見るとね、カタツムリですね。はい。こんな感じでね、もう、びっしりつくんですよ。側面がこんな感じ。これでもまだまだらしいです。うん。なのでね、もうちょっとびっしりついたところでまた撮影させていただきます。だからお米農家さんだったらもうみんなね、知ってると思います。はい、北海道の人は知らないかもしれないですね。北海道は多分まだいないんで。今は九州から、関東まで生息域を伸ばしているそうです。で、地球温暖化でどんどんね、気温が上がってって、どんどん北上してってるっていう状況でございます。まあこいつもともとね、日本にはね、いなかったんですよ。外来種です。うん、どうやって来たのっていう話なんですけど、一回ね、食用として日本に入ってきたそうです。なんかあるじゃないですか、イタリアン料理でなんかカタツムリのなんか食べるじゃないですかね、あんな感じで。うん、で食用としてあの入ってきたんですけど、なんかうわこいつ毒あるぞみたいな、寄生虫がいるぞみたいな、どうしようってなってたら、にそっから逃げ出しちゃって、でどんどんね、天敵もいないんで爆発的に広がっていっていったと。で、繁殖力がね、めちゃくちゃ強いんで、もう今困ってると。で、まあ、このジャンボタニシね、そのままね、野放しにはしていませんよ。もちろん。ね、皆さんいろいろ対策してると思います。ただその対策も、なかなかね、十分にできないと。ね、しかも効果が薄くなってきてると。ね、そういう問題があるんで、今回、とある商品提供してもらってるんで、そちらのご紹介をさせていただきます。
これ皆さんよくやられてると思います。水の張りですね。水位の高さを調節すると、まあ最初浅くするっていう、そういうやり方です。うん、これ実際に米農家さんに話聞かせてもらってるんで、ご覧ください。どうぞ。はい、ここも苗がないですね。いつもは水管理さえしとけば、はい、だいたい被害を抑えれるんですよね。ここまでひどくなることは基本ないんですけど、はいはい、今年はまあ雨が多かったのと、はい、その水の落とし口の先端のところが道路が陥没しちゃって、まあ、水の引けが全然悪くて、いつもいつもこう深水っていうんですか、はい、水がたくさんありすぎる状態で、水が引かんことには、うん、何ともできなくて、はい、水が深いとやっぱりジャンボタニシがもう、ね、カップも動き回っちゃうから。そうなんですね。で、うん、浅水でしたらここまでの被害はなくて、他の圃場でちゃんと水管理ができてるところはこういう形にはならんですけどね。なるほど。でまあ今年はその水はけ、水の落ちが悪いのと、頻繁に大雨が降ったのとで、はい、浅水になる隙間がなかったって言いますか。なるほど。それで、みるみる間にこんなような状態で。ああ。で、中に入って、端子取れば、ちょっと被害防げるんですけど、はい。さすがに、そんなこともできずに。で、まあ、それなりの、その対策の薬もありますけど、はい。そこまでお金払えるような状況かな。高いですからね。で、はい、あの、なるべくそういうのも使いたくないなってっていうのもあったんですけど、はい、まあ、さすがにここまでひどくなると、まあ、やっぱりちょっと考えもんかなと思うんですけど、ね、あとは、だけど、あの、水の管理さえ、他の補助みたいにできれば、もうちょっと被害は少なくなると思います。まあ、とにかく、タニシは、はい、強烈です、はい。はい。で、今からね、紹介するのは、怪撃っていう、今年出たアイテムで、あの、草刈り機の先、うん、につける道具なんですけど、刃の代わりにその道具をつけると。で、それでパーンってね、卵を落とすってやつです。まあ、言ってわかんない。ちょっと見てもらいますね。はい。この草刈り機の先につけるやつですね。こちらでございます。はい。はい。もう使ってもらった後なんでね。はい。こんな感じでね、あの、ホースの先につけるあの、頑丈なやつね。これをね、バーって回すことによって卵をね、叩き落とすってやつです。はい、もう一回ね、使ってもらってるんで、ちょっとあの、返り血というか、あの、返り卵がついてますけど、うん、はい、で、こちらがですね、ほぼ全てのね、草刈り機にね、取り付けることができますので、めちゃくちゃね、汎用性があっていいと思います。で、この刃はね、この刃っぽいやつはあの、消耗品なんで変えなきゃいけないんですけど、こんな感じで付属品があるんで、で、これだけ変えていけばもう半永久的に使えちゃうっていうね。なんでちょっとでもね、費用対策したいっていう方、で、あと卵をね、あの、憎き卵をね、どうしてもね、素早く落としたいっていう方はぜひ使ってほしいなと思います。はい、じゃあ実際にお米農家さんにね、今回あの、怪撃実際に使ってもらったんで、そちらの映像ご覧ください。どうぞ。
いちゃんと、はい、いいですね、綺麗に取れてますね。取れてますね。もう結構野田さんが丁寧派だったんで、はい、いや結構綺麗に、はいはい、取れております。やってみてどうでしたか、はい、使ってみた、ね、はい、思ったより簡単に、ただまあこのそうですね、この丸棒がちょっと邪魔なんで、はい、フラットの面でしたら本当にスムーズに効率よくできると思います。そうですね、はい、なんかジャムタニシも分かってるんですかね、なんかこの多分杭の周りに多分ちょっと内側になんか産み付けとかしてますからね、この子たち分かっとると思う、はい、まあでも草刈り感覚で意外と、まあ、それよりも楽です。あ草刈り楽でした、うん、ジャムタニシがこれ以上増えないように、はいはい、またこびりついたらそうです、ね、怪撃で撃退しちゃってください、はい、やります、はいはい、じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございます。はいはい、ってな感じでございます。いかがでしたか。合いそうでなかった商品ですよね。まあやっぱり農薬ってなかなかね効きが悪くなってくる、うん、ジャンボタニシもなんか耐性を持ってくる、はい、もうそういうのいたちごっこだと思うん でそしたらまた新しい農薬を買わなきゃいけない、まあ値段は高くなるかもしれませんね、うん、ただねあの卵さえね叩いちゃえばどんどん減ってきますから、なんで少しでもねああいう卵元を叩いてジャンボタニシをやっつけたい対策したいっていう方はぜひあの海域あのチェックしてみてください。詳細概要欄にリンク貼っておきます。あとですねあちらの他の YouTube でカボス TV っていう農業系の YouTube やってる方いるんですけど、そちらでも紹介してるそうなんで、あのそちらの動画のリンクも下に載せておきますんでぜひチェックしてみてくださいね。皆さんお米好きですかね。お米好きですよね。僕は大好きです。お米農家さんがね手間暇かけて作ってますんで、その辺もねちょっとあの苦労をね分かっていただけたらいいかなと思います。てな感じで今回はジャンボタニシの対策のお話でございました。この動画が参考になった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。